三塁打を放ったタイカップ三塁打とは、野球やソフトボールで打者が打った、アンダのうち、打者走者が一度に三塁まで進んだものを指す。スリーベースとも呼ばれる。なお、アメリカのオフィシャルベースボールルールズでは、スリー、ベースヒットとの表記だが、トリプルという故障が定着している。ただし、打者走者が三塁まで進むことができても、その進塁に、野手の失策や、 野手選択によるものが含まれていた場合は三塁打ではなく、単高か二塁打と失策による進塁が記録される。打者が打ったアンダを三塁打にするためには、フィールド内の最も深い場所に打球を運び、相手野手がその打球を処理して内野に返球するまでに、打者走者が三塁に到達することが必要なため、打力と脚力が同時に求められ、打球が 外野の観客席に直接到達すれば無条件でダイヤモンドを一周できる本塁打よりも一般的に難易度は高いとされる。特に左翼方向の打球は三塁との距離が近いため、返球までに3塁に到達することは非常に難しく、これが三塁打の難易度を上げる大きな要因となっている。そのためアンダーの中でも三塁打の数は極端に少なく、 サイクルアンダー達成に対しても最大のハードルとなっている。守備技術、特に中継技術の向上もあって、三塁打の各種記録が更新されることは近年では、稀で日米ともに1970年代までに記録されて、以降ずっと更新されていない記録がほとんどである。なお、野手がグラブや帽子、着衣の一部などを投げつけたり、本来身につけている場所から離したりして、 フェアの打球に触れさせた場合、打者と走者には、それぞれ3個の安全心類権が与えられ、打者には3塁打が記録される。個人チーム個人チーム1901年以降、対象としたもの。ありがとうございます。